あ、ご覧くん、もう影響台の方空いてるから向こうの方行っちゃってくれる？じゃあ影響台の方でお願いします。さあブレイブルーコンティニアムシフトになりまして、ミカード内のレイアウトも大幅変更、そして大会運営の方も非常に前に比べるといい環境が作れたのではないかと自負しております。また今ブーリックス筐体で3セット稼働という形で、まあ本日2大進行なので、まあ、動画に残るのは1試合というか、まあ1グループずつという形になっておりますが、それでも人が多く集まってくださっていますので、非常に見応えのある試合をたくさん見れるのではないでしょうか。さあこちら、いや、どうだ今こちらはワンコナンチームメガネカオスチームの試合。さあこちら先鋒戦、青い陣と青い陣がこちらはワンさんとメガネさんの試合ですかね。でまあこちら試合の途中ですが、次の試合でお話をしておきます。ラムダ使いのアメさん、ジン使いのイチゾーさん、アメさんいらっしゃる、ジン使いのイチゾーさんいらっしゃる。じゃあそちらイチゾーさんとアメさんのチームになります。よろしくお願いします。そしてこちら試合ノイチ会のコウヤさんいらっしゃいますね。人気界のゴールドさんいらっしゃいますか。ゴールドさん、ゴールドさんと小屋さんチームやりましたね。でそちらのアメさんのチームと何秒もやりました、ね、処方の処方だ、生きがるなり。こちらの B 拠点終わった後に試合になりますのでよろしくお願いします。じゃあ B 拠点になりまして、ワンテイガーバーサスに、さあラウンド選手してるのはワンテイガーが体力リードしているものの、さあ投げを通っていくさ、これからはメガネ陣、メガネ陣、さあ、大取りで、さあ、戻っていく、さあ、出ない、一挙で、さて、かかっていくと、さあ、ダンスは B から、さあ、こうしていくさ、こちら、メガネ陣が、正面の進んでいって、さあ、ダンス完成からの着地だ、もしくは、こちら、鈴木修羅。さあ、こちら、今度はタクシーだ。そして画面足で何メダルと測る、さあ、スパークボードなって、こちら、コレダーは、なんとか脱出するものの、さあ、空投げ取って、さあ、これから3600。さあ、こちら、青ビートが、しっかりと磁力をつけて、さあ、ここ、さあ、コマ投げが出なかったのか、さあ、ゲージはあったものの、コマ投げが出るように届きました。さあ、正解側が、金を測る。ここはケーズリー殺し、メガネ陣が1ラウンド取り返す。さあサースラウンド、あとはダンスリーをからさせて、さすがなきにいったメガネ陣が上限と一緒に落ちまくる。今度はタクシー集団、さあ今度は崩しの選択肢がいろいろあると。さあ B ドライバーがかかって、さあここはとりあえずガジェットピンカーで攻めきる。しっかりと5人出してで1人割り込んでいく。画面破面テイガー落ちて、さあテイガー4つ目線を上げるものの、テイガーが攻める。さあそれに対してマークポッチコレラーをしっかりとテイガーが切り出していくもの。さあこれスパークオールがヒット。さあガードプライマーの残り時間少ない。さあ若干これ厳しい展開か。しかし実はバーフの高さがね、まだまだ全然カーテンに行くにあるぞと言ってるやつに、さあ画面足に追い込んでいくのはメガネ陣、受け身となってしまって、さあバーストを使う前に投げられてしまうと非常に難しいし、さあなんとかバーストを応援したくないと。さあこれテイガーバースト、さあここからテイガーはバーストに死んでしまうほどのジンクはまだまだ大丈夫。さあこれもちろんキンパー、さあキンパーであの辺りがまだギリギリ死なないぐらいだと思うんですが、追い込みになってしまう。さあラッキャンから、さあこのボボを熱狂をドライバーで、さあ投げ目的ないんですかね、この程度で。あということで先鋒戦勝利したのはワンテイガー。では次の試合を呼び出しておこうと思います。
おっと、次の試合、ゼロ回戦になりますね。ゼロ回戦先にやるの忘れてたんで、ゼロ回戦の呼び出しをいたします。こちら、アラクネ使いの地雷さん、いらっしゃいますね。ラムダ使いの乾さん。おっと、試合でしたか。すいません。で、それに対して、まあ、私と高橋さんの、マスクが出るか。はい。じゃあ、こちら、次の試合、チーズケロ、チーズケロ、グー、ジャンプ、ボイ。先出しということで、じゃあこちら影響祭が終わり次第の試合になりますので、チームでもよろしくお願いします。高橋さん、本場での方どちらがよろしいですか。ブラッキー高橋チームはこちらの 2P 側のコンパニーに行きますので、 2P 側のコンパニーの方でお待ちください。でこちら試合の方行きまして、戦っているのはラムダバーサスレイヤー。さあ、ここで試合の経過はセイガが大リード。さあ、ラムダ側体力リードしていれば、非常にラムダ側安定行動を繰り返して結構変わっているような相性だと思うんですけど、さあ、セイガ側が体力リードしていたので、ラムダが若干無理しなきゃいけない。さあ、ここで時間いっぱい使っていって、と、こちらにさ、真ん中の距離は終わってますね。テイガーが勝利してる。テイガーが勝利してるということで、こちらは、ジムペカさんとアキブロさんのチームが勝利ということで、そうですかね。ジムペカさんのチームが勝利ですね。はい。さあ、こちらの影響体の方、ラウンド選手はワンティガー、それパルサーがいて、さあパルサーこちら手がガードすら外れなさそうです。ガードする前にスウェットということでしょう。さあ、こちら近づいて、さあ磁力がつく。さあ、相模川限定コンボはあえて拒否して、大競り切りのエレバー。さあ、収穫切りだね。ガーデンと比較リード。そこでラムダが切り返して、治療に戻る。さあ、スパークボールがヒットしてしまう。さあ、ラムとラムダ、バーストがないもののバーストがしまう。さあ、スパイクのグラー体力をちょっと盛り返して、さあ、ここから、最後はバーストないとね。さあ、このまま封鎖すれば、ラムダが全然いけるぞ。さあ、氷を破壊しながら、タイムの後に50カウントを切る。さあ、ダメージを押し出して、ガードプレアマックスに行く。さあ、ここでテイガーのバリアゲージにもご注目してください。さあ、このままテイガーが、ガードプレアの手になるようなことがあれば、バリアゲージが何だと思って、テイガーがデンジャーゾーンになる。なかなかですね。さあ、これラム流して攻める。ここは、バックパンダ2枚からの投げ、投げが通って、さあ、コンボを切ってしまう。さあ、画面端の投げが、多分非常に張りが高い。さあ、バックステを20使って、さあ、ここ、圧力がついてきたね、非常に面白い可能性つくが、ドライバーして、勝利したらワンテイガー、ワンテイガー2打手ですね。おい、ここの、ダメか。テイガー。テスト完了。じゃあコナン君さっさと戻ってきてくれるかな。この症状を再利用ごめんね。ここの絵も悪趣味なやつだ。じゃあ俺営業代で試合だから実況の方よろしく。はい、実況の方戻りましてコナンです。あ、営業代の試合ですね。これはアラクネ使いの地雷さんと